はい、どうも、ウエダックスです。今日はですね、ベリンガーのオーディオインターフェースというかミキサーですね、 1204USB のですね、簡単な使い方というか、音の出し方ですね、パソコンをつないで音を出す方法を紹介したいと思います。まずですね、ミキサーを電源入れれる状態にしてもらって、 USB でパソコンとつなぎます。そして電源を入れるとですね、パソコンの方は、特にドライバーはそのまま行けます。で、そのままでも音は鳴る状態になりますので、電源を入れて USB をつないでその状態まで来てください。そして音なんですけど、まずですね、ヘッドホンで確認します。ヘッドホンはここですね、ここにヘッドホンをつないでもらって音が聞ける状態にします。そしてここのソースの欄にですね、 TR-USB というボタンがありますね。これをオンします。で、音が来てればこのレベルメーターが上下しますので、この状態でここのボリュームのつまみを上げます。はい、こんな感じでですね、ヘッドホンで音が出ることは確認できると思います。それではですね、次にですね、ミキサーのメインアウトというのが後ろについているんですけども、接続部分がこういう形式になってます。これをですね、つなげるアンプとかがあるんであればそのままつないでもらえればいいんですけど、多分ほとんどの家には、こういうですね、コンポジット、普通のですね、スピーカーにつなげるのはこういうのだと思いますんで、これをですね、こいつに変換するケーブルがサウンドハウスさんとかで売られてますので、それを用意してください。そしてメインアウトからスピーカーへ、もしくはアンプ等へつなげてください。はい、その状態にしたと想定します。そしたらですね、ここのボタンを押すことによってメインアウトから音が出ます。で、メインアウトからは出る音はここで調整しますので、ここのボリュームを上げていきます。はい、こんな感じでですね、使うことができますので、パソコンで音を出すとこまではこれで確認できるんじゃないでしょうか。あとはですね、いろんなマイクとかですね、例えば他に音が出るものなんかをつないでミキシングしていろいろ試してみてはどうでしょうか。はい、簡単ではありますが、これで終わりたいと思います。ウエダックスでした。